ゆいちゃん大丈夫？ゆいちゃんゆいちゃんってば大丈夫？ほご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 あー死ぬかと思ったよ。苦しかった。ゆいちゃん餅いっぱい食べすぎなんだよ。あんなに口にいっぱい入れたらそりゃ詰まるよ。だっておばあちゃんちの餅美味しいんだもん。いっぱい食べたいよ。それよりハムジロー、もう動画の時間だよ。今日もバッチリオープニング頼むよ。うん、僕に任しといてよ。新年一発目の動画だし気合い入れていかないとね。じゃああとよろしくねハムジロー。私お餅今度あんこで食べてくる。じゃあまたね。まだ食べるんかい。改めまして視聴者様、明けましておめでとうございます。去年の9月から動画投稿を始めてからの期間ではありますが、去年は大変お世話になりました。投稿し始めは見てくださる方も少なくて落ち込むこともありましたが、徐々にではありますが見てくださる方も増えてとても嬉しく思っております。見ていただけるだけで嬉しいのに、高評価コメントまでいただけてとても嬉しいです。これからも視聴者様に楽しんでいただけるような動画を作っていくって言ってますので、末永くゆいちゃんと僕のことをよろしくお願いいたします。視聴者様にとって素敵な一年になりますよう、ゆいちゃんと僕で祈っております。そういえば長くなっちゃったけど今日は報道編です。楽しんでいてくださいね。それでは本編どうぞ。はい、それでは実況の方やっていきたいと思います。49日目の21時40分になりました。まもなく報道の方が始まるような状況ですね。で、ちょっとですね、あれから少し考えていたんですけど、今私、この建物の屋上にいるんですけど、屋上って少しゾンビの登り方が悪かったかなという気がしたので、今回、ちょっと追加でこの木材フレームをつなげてみました。で、そうするとゾンビさん、おそらくここに走って最短ルートを検索して、ここに来てくれんじゃないかなと思って、ここにね、急遽置かせていただきました。さあ、始まるよ。どうなるかな。全部卵目してる？卵目しとこう。間もなく始まりますよ。私、ロボットスレッジ、いっぱい置いてきちゃったな、今思ったら。いっぱいしたー。あの子に守ってもらうべきだった。49日目のフェラル報道、開始です。さあ、今回はどんな展開になるか、楽しみですよ。おっと？おっと、下か？下に来てるかな？あれ？もしかして一直線で下行っちゃって、あ、来てる来てる来てる。登ってる子いるよ。登ってこい登ってこい。お願い。うわー、壊してる子いるよ。ちょっと待って。やばいかな。あの子が、こう来て、こっちから来るよね。おお、登ってる子いる。そしたら、早速これを、こうやってあげると、あげたか。ちょっと待って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 。危ない危ない、それは聞いてないよ。こうして、やばい、今回の報道は失敗したかな、これ。あちょっと待ってください。あの子しか来ないよ。全部下だよ。やばい、失敗した。今回の拠点は失敗したか、これは。ちょっと待って。ここにいれば来てくれるんでしょ、いつもみたいに。なんで？なんでいつもと違うの？おかしいよ。ちょっと、なんで？どこにいるの？みんな。すーごいいっぱいいる。すごいいっぱいいるよ。わ、警官さんだ！警官さんがいる！やばい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 。やばいよやばいよやばいよ。警官さんいたよ。待って。全然もしかして今回うまくいってないんじゃない？大丈夫？おっと？おっと？何が起きた？ちょっと待って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 。おっと？なんかブロック壊れたよ。やばい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 。
何かが怖い。待って、あそこ壊してる。おっと、なんかいつもと動きが違う。待って。やばいよ。これはやばいんじゃないか。普通にやばいんじゃないでしょうか。なんで？なんで登ってきてくれないの？え、やばいよ。今回これやばいよ。あそこ壊してるもん。どうしよう。なに。ちょっと待って。なんか壊れてる音する。どうしよう。これはやばい。今回はちょっとそこ壊してる。ちょっと、なんで？何がいけないの？今回。ちょっと、やめてー。壊れた。抜けてる。ちょっと待って。いろいろ壊れてる。ちょっと待って。どこ壊れてる？やばい。これはやばい。今回はちょっとやばい。今回はちょっとやばいよ。どこ？全然登ってないんですけど。ちょっと待って。なんでこういう状況になっちゃったの？またあそこ、やばい。やばいよ。すごいいっぱいいるよ。ちょっと待って。これは良くないよ。これは良くないよ。なんでこの人やられないの？そして。やばい。これは良くないよ。非常に良くないですよ。待って、あれ壊れちゃったんじゃないの？おっと。すごい勢いで壊れてる。どうしよう。これはやばいよ。やばいよ。待って、ビリビリ言ってるよ。やばい。おっと、やった。危ない。待って。おっと。すごい人数だよ。ここにいてもさ、向こうに来てくれないってどういうこと？やばいよ。失敗した。何がいけないのかわかんないし。どうする？どう切り抜ける？やばいよ。どうしよう。本気でどうしよう。もうやめて。またバチが当たったかな。さすがにゾンビいじりすぎた？最近ゾンビいじりすぎた？待って、弾もさ、慎重に行かないとなくなっちゃうよ。やばい、あそこ壊してきてる。これ来ちゃうんじゃないの？あれ、ジャンプしたら、来た。ちょっと待って、まだ生きてる。危ない。ちょっと、本当にこれはやばい。うわ。すごい勢いだよ。壊さないでー。お願い。やめてー。壊れた。私の無敵拠点が、私のお気に入りの拠点が、壊さないで。どうしてくれるの、あなたたち。私の拠点、私の計画、すべてがもう水の泡、壊れてくよ。どうしたらいいの、この状況。芋掘ってる。落下が見たい。ゾンビの落下が見たいな。あそこ壊れてるよ。うわあ。私の夢の拠点が、夢の吊り橋拠点が、夢じゃなくなった。わあ、すごい勢いで壊れてる。壊れた。どうしてくれんのよ。待って、そこまで来てる。うわ。来た。ちょっと待って。来た。ヌッシーが来た。ヌッシーが、また壊しちゃった。やめて。やばい。もうこれは上まで逃げるしかない。ここで逃げるしかない。もう下は捨てる。ここまで来た？ここ来てる？なんで登ってきてくれなかったの？ああ、来た、鳥。やめてー。おおおお。
やばい、来た。あ、犬、危ない危ない、もうダメ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 、やばい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 、これは良くない、これは良くないよ。もう下まで来てるってことでしょ。うわうわうわ、壊してる、すごい勢いで壊してる、この人たち私の拠点を。やばいよ、もう下はゾンビだよ、ゾンビだらけだよ。この人たちさ、はしご登れるはずなのに、なんで登ってこないんだろう。あー、落ちそう、危ない、敗北、これは完全に敗北、私敗北を喫した、これは。あー、壊された、まだ、やめて、壊さないでよ。なんで登ってきたの、この子。危ない。体力回復回復。私はそれでも死なない。死なないよ。私は死なないよ。絶対死にたくないよ。経験値もがっぽりいただく。なんで？なんで登ってきてくれなかったの？うわぁ。そっか。あそこ掘っちゃったから、あれかな。はしごがなくなっちゃったのかな。ノシー来た、あれ、ノシー、それで壊すの、やめて、よし、オッケー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 、さすがノシー。うわー、怖いよー、敗北、完全敗北。おっとおっとおっと、今のはやばいよ。今のはやっちゃダメなやつ。ゾンビさん、それだけはやっちゃダメ。おっとおっとおっと、私の拠点が、私の拠点が、ちょっと待って、私の拠点が、私の夢が、希望が、ちょっと待って、あ嘘でしょ、嘘でしょ、もう無理、もう無理、ちょっと待って、ここどこよ。すべてを失った、私はすべてを失った、私の拠点は？私の拠点はどうなっちゃったの？本当に言ってんの、ゾンビ。それ壊すの？これ戻ったらゾンビっているの？あはは。私の拠点が完全に壊されてるよ、これ。どうしたらいいの？すっごいね、ゾンビ。どうしようかな、これ。完全に敗北だ。何がいけなかったんだろう、わかんない。基本的な構造は変えてないんだからさ、普通に来てくれると思うじゃないですか。これしか残ってない、私の拠点がこれしか残ってないよ。結構時間かかったんだよ、今回だって何度も怪我しながら、骨を折りながら、私は頑張ったんです。なのに、この結果。はぁ、最近死んでなかったのに、どうしよう。どっか壊れてたりする？これしかない。私の拠点がこれしかない。本当に言ってんの、これ。どんだけ、本当にどんだけなの、あの人たち。恐ろしい。恐ろしいよ、ゾンビ。あなたたちが怖いよ、私は。でもね、こんなところでくじける私じゃないよ、ゾンビ。この借りは、いつか必ず返すから、ゾンビ。許さん。この屈辱、晴らしてくれようぞ、ゾンビよ。なんてだって、私は、ゾンビスレイヤーゆいよ。
ゾンビを亡き者にする、それがゾンビスレイヤーユイの仕事。拠点が崩れた？そんなのは関係ない。ならばまた一から建てればいい。今日から私は復讐者になる。ゾンビスレイヤーユイから復讐の鬼ユイ。はぁ、上見ると辛くなる。夜が明けましたよ。いくらどん底でも明けない夜はないっていうのはこういうことですね。でもね、今までがね、うまくいきすぎてた。私そう思うんですよ。掃除が終わりましたよ。これね、多分ね、高すぎたんだと思うんですよね。もう少し低くするかな。高すぎたんだよ、これ。きっと